いつもロペチュンをご覧いただきまして誠にありがとうございます。まだまだ続いております、この世界中の SUV を乗ってみるシリーズでございます。で、私の愛車探しの旅も続いているんですが、今回はちょっとさすがに愛車としては予算オーバーなので、世界中の SUV を乗ってみるシリーズとしてやりたいと思います。今回は2021年式アストンマーティンの DBX、 こちらをご紹介いたします。まずこの車オプションがねすごいんです。この外装色はキセノングレーという、ね、あのカラーになってるんですけども、このカラーもオプション設定で、基本的にはこのキセノングレーというカラーとブラックアウト、ね、グロスブラックでブラックアウトされたエクステリアになっている、そんな仕様になっています。はい、オプションのところで言うと DB エレガンスパックっていうのがあるんですけど、見てください、このアストンマーチンのエンブレムがブラックなんですよ。こんなのあったんだって思いましたよ、僕びっくりした。でもちろんグリルもブラックアウトされてますし、そのままサイド行ってもホイールもブラックアウトされたホイールになっているよと。だからこれ外装を黒にしないでグレーにするところがまた2なね、おしゃれな仕様だと思うんですよ。でホイールは22インチです。でここもこういう風にブラックになってるのもね、エクステリアパックの仕様なんですけど、ドアミラーもそうなんですけど、ちょっと軽くインテリアね見てみると、内装は赤黒ツートン、そしてウッドはピアノブラックになってますか ね。ステアリングまで赤黒なんで、だいぶこれこだわった仕様だと思います。でそのまま後ろも紹介すると、はい、ね、ブレーキキャリパーの赤に合わせてっていうことなのかな。でも外装ガンメタに内装赤って結構ドイツ車でも多い設定かもしれないですね、うん、このドアすごい形、そしてクロージングサポートはついてないんだ、はい、でもさすがに上に開かないんだね、若干上です。あ、若干上か、若干そうなんです。あ、なるほど。そしてそのままリア見てみましょう。もうリアがなんとも印象的じゃないですかこれ、ね、リアのエンブレムまで黒ですよ、もちろん黒、そしてアストンマーチンのこのエンブレムも黒、クロスブラックになってます。かっこいいね。これはねファゾーナーさんのセンスがすごく問われるところで、はい、これは本当かっこいい。でちょっとね鍵も見てください、クリスタルキーなんです。でちょっとね開けます。うわーかっこいいね、後ろめちゃくちゃかっこよくない？ DBX って。好きそうですね、加藤さんが、うん、好きだな、これはかっこいいよ。じゃあトランク開けます。あーね、ここがフラットになってるんですね。でここはレザー、トランクはやっぱそんな広くはないけど、まあ、ゴルフバッグ前な X 型にして載せましたけど、そうすれば入るよと。この下も、はい、あ、結構入る、はい、これはいいね。あー、あとイギリス車あるある、はい、このね、ネジの錆これね、イギリス車多いんですよ。細かいですね。特にね、ディフェンダーとかもうね、走行距離が現行じゃないですよ、先代のディフェンダーとかは距離がもう数十キロでも日本に来た状態でこうなってるの、これね、やっぱイギリス多いんですよ、まあ、よく言いますよね、そのシフトの違いというか。あーね、ここもあるんでしょうね、はい、あーすごいな、すごい。じゃあ早速乗ってみます。わー、メーターパネルがおしゃれだね。もうおしゃれですね。あーあー、そう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 、こういう感じ。シートが硬い、まあ、さっきのに比べたら、ね、全然硬い。あ、結構ブレーキのゴーって音をするね。割と露骨です、うん、うわ、クリープがすごもうアクセル踏まないでここ登っていくよ多分。この辺がアストンって感じですよね。そうだね、アストンってそうだよね、アストンといえば。あ、さすがに登っていかないか、踏まないじゃ。うわうわ、どんどん進んでいくよ。ナビがすごくなんか見やすいね。まあもうメルセデスですよ、これ。あ、あ、そうだよね。今あれそうだよね。今ウィンカー出したのにワイパー動かしちゃったって思うの。一瞬ねヒヤッとしたの、この音で。ああ、なんかすごい車がやっぱりの軽さも感じるし、速い、とにかく。速いですね。なんかこの内装すごいね。黒と赤で赤ステッチが入ってっていう、でピアノブラックで、もう好きな人はこれドハマりする内装よこれ。まあ色気のある、うん、あの内装空間というかね。
あとメーターパネルの周りもこういう風になんかちょっとパネルになんかちょっと形状があったんだね。そしてねここねここだけこういう風になんか縮んじゃってるとかわけじゃなくてあえてここ絞ってね、まあ、いずれにせよさっきと比べて没入感のあるコクピットというか運転席に回りですよね、うんうん、お子さんに連れてやるんです ね、やられないに気をつけないでもここに小物入れあるっていいよね。あとなんかねこう運転してるとドアミラーのねインパクトがすごい強いのね。大きいですよねこれね。ミラーが、ま、大きくて、ま、すっごいね。でもこのミラーねよく見ると形状もかっこいいんだけど表面がもう大きい。ちょっと踏むね。これねこれなかなかですよ。いいですね。何度か聞いてるんですけどやっぱりアストンの選択肢に入らないんですか。まだそうだね。さすがにさすがにアストンじゃないだろうなって乗ったらアストンに怒られちゃうからと思って生意気なって言われちゃうよ。ちょっと尻込みしちゃいますかねやっぱ。うん。アストンとベントレーは、まあ、ちょっと抵抗があるね。じゃあスポーツプラスで、はい、メーターパネル、うわこれも綺麗だ ね、今のもう一回見、今のもう一回見よう、はい、これしないとダメか。うわいいねいいね、かっこいいですね、かっこいいねこの色が。でもこの、はい、なんかその、うん、まああの後ろのテールゲートのデザインもそうだし窓ガラスもそうなんだけど、はい、あんだけデザイン性がいいのに、はい、ちゃんと視認性も良くて、うん、後ろもしっかり見えるもん本当に。総合的にアストンって、うんまあ、昔からなんですけど運転しやすいって言われます。そうそうしやすいのよ、はい、癖はすごくあるんだけど癖はすごい、うん、なんかねちょっと違うかもしれない。アルピナと似たような感じもあるんだよねなんか、うん、なんか言いたいことは分かります、うん、おお。これはもうバチバチ言わなかったね。そうですね。あ、言うね。音はすごいのにうるさくない。うん、ミニ触りの音じゃないもんね。全然ないです。おお、このパンも別にさそんなにね、そうですね、耳をつんざくような音ではなく、うん、いい音じゃないですかね。でも選択肢に入らない。いや欲しいっちゃ欲しいけどちょっとまだね。そうですね、いやこれがね1500万円とかなってくれればいくと思う自分の予算の中で。今ねだって2200万円とか2300万円とかでしょ。でこれがまあ新車がそれくらいで今のプライスが2660万円だからプレミアです、ね、そこまでいくとちょっとね、まあ、オプションがあるとはいえまだちょっとな2000万円の大台にも売れないですね。いやでもあれだな、真逆の車すぎてなんか SUV って飛ばすってイメージってあんまなかったと思うのよ。いつしかやっぱりねこういう車を皮切りにというか、ね、もうスポーティーな SUV がどんどん売れていくっていう時代に突入して、うん、でも DBX ってでもグレードはこれしかないっていうところもねなんかいいよね。ちょっとまたスポーツモードいっちゃいますよ、はい、スポーツプラス。あーすごいあの多分僕いろんな車乗ってるからそんなにワーギャー表情出てないかもしれないけど、はい、初めて乗った人は多分びっくりすると思うよ。なかなか刺激的ですよね、うん、かなり刺激ある、うん、ちょっと一速にしてこんなんよ。これはすごい、ね、すごいよね。ちなみにこちら5年費の5年費でございますか、はい、4.8 ですあと今17分乗ったところで言うと 2.7 です。うーん、はい、ご苦労さまでした、はい、5って言ったところですね。ね、そうだね。まあちょっと踏んだけどまあでも67、今のこの乗り方で瞬間燃費が 7.2 って出てるから、はい、そうそう67はいくと、うん、まあ、このサイズの SUV の中ではまあ普通ぐらい。そうだね、はい、ということで今回はアストンマーチンの DBX にプレッシャーしました。同じイギリスでもねやっぱ全然乗り味違うし、やっぱちょっとこれシートが硬いっていうのはあるんですけど、もうあのスポーティーに乗れる SUV なんである意味最強じゃないですか、うん、でこれからもねもっともっとイケイケグイグイ系で攻めたい方は DBX おすすめです。1500だったら買うと思います。
はい、これはそうですね、言いました、はい、お願いします、はい、はい、ということで本日はこれで終了となります。ご視聴ありがとうございました。